お、面白かったーはい <laughs> おはようございます。興奮してますね。はい。はい、えー、おはようございます。はい、えー、<laughs> はい、おはようございます。はい、どう、<laughs> どうしたかメガネかくね。どっちどっちもはい。いやー、全米フィギュア、面白かった。いや、もう、この大会自体に拍手。うん。すっごく面白かった。はい。 いやもうぜ全部楽しかった。全部。うん。もう何にも飽きなかった。本当にね。もう休憩時間ですら早く終わってほしいって思うぐらい。ずっと興奮。もう、本当おほっぺで暑い。暑い、暑々。はい、ちょっとさてください。暑いですよ、本当はい、わかりましたかね。興奮が物語ってるんですけど。はい。いやー、本当に全米フィギュア、男子、個性あふれる。 どの選手も最初から面白くて、ちょっと、はい、あの、な,な何の話しようかっていうか、それぐらい面白かったですね。うん。で、トップはイリア・マレニン、108.57でしたね。はい。あの、マレニン、スケートが本当に良くなってます。 うん。あの、取四回転アクセルはね、えっと、回避しましたね。四回転アクセルのとこは四回転トーループにしていて、はい。え、単独のジャンプかのスタートですね。で、それで、その後、四回転ルッツ、トリプルト、四回転ルッツ、トリプルトの方がちょっと危なかったように見えたんですけど、一、は、応、い、着地はしましたね。はい。で、トリプルアクセルですね。いや、もう、マリニーは四回転アクセルがないと、なんか逆にこう、物足りないなっていう感じもするんですけど、この、今回のプログラムの、 いえっと、進化したところは、スケーティングがすごく良くなったなって僕は思うんですよね。うん。もっと出だしからすごいスケートがいいし、ステップシーケンスなんかもすごく良かったなと思います。ただ、ステップ最後終わった、あの、とこで、ちょっとパフォーマンスをした部分で、ちょっとバランスを崩したんで、まあちょっとそこはヒヤッとしたんですけどね。うん。はい。 でも108.57でトップでしたね。まあ昨年110点超えたらしいんで、まあちょっと点数は下がったんですけど、まあね。うん。いやでもジャンプはそうですけど、プログラムコンポーネンツが46点超えたのかな確かね。すごい、これジェイソン・ブラウンとほぼ同じですからね、PCS ね。かなり PCS という意味に関しても実力これ上げてきてるなっていうのがあるので、はい、エリア周りに素晴らしいなと思いますね。うん。はい。 スピンも良かったし、うん。まあ、あの、ジャンプがちょっとね、まだね、えっと、まあ、すごくやっぱすごいレベル高いんですけど、でも彼、彼比、彼、彼比からするとちょっとね、まだできるかなっていう感じはあったと思うんですけどね。うん。はい。強さを感じます。はい。で、リア・マリニンについてはここまでなんですけど、他の選手も面白すぎて、ちょっと誰から勝ったか、ジェ、ジェ、あ、でね、2位がマキシム・ナウモフ。 いやー、彼は最終グループじゃなかったんですけど、こうマキシム・ナウも素晴らしい演技でしたね。こう心触れる演技、すごいこう演技が綺麗で、本当に美しいですね。 で、四回転サルコーも本当に素晴らしく決まっていて、ただトリプルアクセが詰まったん、ちょっとマイナスになったんですけど、まあトリプルトリプル決まった後ガッツポーズが出たし、まあそれがスピンが本当にポジショニングが綺麗だなと思いますね。特にコンビネーションスピンの美しさってはすごいなと思っていて、ちょっと本当にあの心を触れる素敵な振り付けですごく良かったなと思います。マキシムナウモグは本当前半から中盤、後半と、 その、時間が進むごとにどんどんと良くなってきていて、もう心に触れるのがすごかったんで、最後終わるところはもう天井を手をこうファッと燃えて、下を下ろすところの終わり方なんかもすごく心に触れたんでなマキシ、マックス・ナウモフ。良かったなと思いますね。89.72ですね。2位です。2位ですね。マキシモフね。良かったですね。はい。そして、えっ、ー、と、ジェイソン・ブラウンが3位でした。<laughs> いて、はい。いや、でも、ジェイソンも、あの、最初、のアディオス、そう、今年、アディオスなんですよね。で、まあ、アディオスってこれ、スペイン語で、さようならっていう意味だったんですよね。うん。なんか、 まあ、あの、この曲は、まあ、この曲奏っていうのは、まあ、僕はやっぱネイサン・チェーンのイメージがあって、ネイサン・チェーンっぽいなって思って、ちょっと今シーズン一番最初、ジェイソン・ブランのこの演技見た時に、えー、このプログラム、ぶっちゃけジェイソンに似合うかなって思っていて、ちょっとどう、どうかなって思ったら、どっこいですっごく良かったですね。てか、あの時と全然別人になってましたね。うん、あのー、すごい最初からドキドキしちゃいました、僕。うん。 ちょっと見ててこっちがドキドキしちゃって、まあ本当に良かったです。ジェイソン・ブラウンも。あのメランコリーとかもそう良かったんですが、個人的にもこっちも結構好きですね。うん。ただトリプルアクセルは点灯しちゃってしまいましたね。ただそれ以外は本当にプログラム全体的にも良くて、ちょっとなんか言葉ないですね。本当にもう素敵で。あの、アディオス、ちょっと、ちょっとこん、あの、アディオスって、 ジェイソン・ブラウンっぽくないなって思ったらもう全然味付けが本当にジェイソン・ブラウンまた変わったなというかまた昨年とは違ったなと思うのでまた新しいのかなってちょっと思いましたただアディオスっていうことでさようならっていう意味なんで、まあ、これなん,かインな,んかなんかちょっと寂しくも見えたなっていう気がしますね まあ、ジェイソンって演技始まる前めっちゃ集中してますけど、演技終わった後はもう、いやーって感じになってるんで、まあね、やっぱ相当演技集中してるのかなと思いますね。やっぱ人気が一番。うん。まあ、LGBTQ のね、正常期、あ、旗ね、もう振られたりとかね、すごいですね。もう皆さんもう、うわーってなって、ね、すごかったですね。はい。で、4位が、アンドル・トルガシュフです。個人的にアンドル・トルガシュフめっちゃビビったな、僕。 あのー、まあ、ジェイソン・ブラウン的な、まあ、演技、演技力はすごいなと思うんですが、また違った新しい演感じで、もうトルガシフの演技の感じ、新しいですね。まあ、トルガシュフっていう感じですね。うん。<laughs> ね、なんかどう,どういう感じなのかちょっとあれですけど、まあ、本当に見,見た方がいいなってちょっと思いますね。うん。あの、4回転とかなくて、リルドコのなんか手術とかしたりして大変だったらしいですね。 なんて言えば表現してもいいのか、非常にこう面白い動き、もう本当に難しい動きもいっぱいあって、フリーステーションはシェリンボーンなんですよね。で、えっと、表現、孤独を表現をしたということなんで、なんかそれをもうちょっと、なんか寂しくなってくるな。なんかちょっと切なくなってくるし、力強さもあるし、なんだろう、う。ん シ思議リな感じですね。なんか今年のセメ連ンコ、ウルシアのセメ連ンコみたいな感じに走るシーンがあったりね、あったんですけど、ちょっとすごいなってちょっと思いますね。うん。あ、はい、ちょっと驚きました。で、このトルガーシェフと、えー、まマ、ま、ナウモフが、あの、トルガーシェフの次がナウモフで滑ったんで、本当この二人がめちゃくちゃいい演技で、ちょっとね、あの、かなり、あの、基準を高めちゃったなっていう感じがしましたね。まあ最終グループじゃなかったら余計でしたね。うん。 はい。え、ちょっとこの二人の後演技するの結構きつかったのかなっていう気がします。他の選手たちね。うん。で、えっと、4位ですね。88.02で4位で。ほとんど点差が2位から4位、点差なし。うん。で、5位がカムデン・ブルキネンくんですね。カムデンさんは途中でキャメルスピンでちょっとバラついたんですけど、それ以外は4回転も決まって、他のジャンプも決まった、何とか決まったんで良かったなと思いますね。うん。 はい。ま、カムデン十七87.90ですね。ま、カムデン君も点差ないですね。はい。まあ、メダルも狙えるので、まあ、ちょっとどうなるのかなっていう感じです。まあ、フリー、でも彼もちょっと波があるからね。どうなんですかね。で、日渡し智慶さん6位です。おめっちゃ緊張した。うん。あの、先生が佐藤秀明くんね。なんか、あの、またその感じも面白いっていうか、新しいなと思いましたね。で、日渡し君は、 ちょっと演技始まる前、ほんと僕緊張しちゃって、あの、ちょっとこう祈りながら、一、こ今季、この大会で一番祈った選手ですね。あ、お願いってい感じでね。 なんか、すごい祈っちゃいましたね。で演技始まる前も、靴、ちょっとなんか、こうね、チェックしたりして、まぁ、あ、チェックというか触ったりして、祈っているかなってなったし、めちゃくちゃ手に汗握れる演技で、まあちょっとだから、それもあって、ちょっと最初の方、硬かったなって言い印象あったんですけど、前回転等は決めたんですけど、トリプルアクセルがちょっとステッピングアウトしたぐらいで、まあ、他は良かったなと思いますね。後半とかもステップも良かったと思うんで、 まあ、いろいろあったかと思うんですけど、まあ、81.31で、まあ、点数もま々だったような気がしますね。6位ということになりましたね。はい。えー、日渡しく6位でしたで、日渡しくの演技が終わった後、日渡しくの声が、次、トリカーショックかな違う、生キシブくんかなえっ、ー、と、忘れたんですけど、あのー、ちょっと次の選手と演技中に、ト、え、モ、ー、トモくんの声入っちゃったんで <laughs>、なんかトラブってましたね。途中なんかね、ところどころね、あの、トラブってました、会場はね。うん。 で、なんか、あの、他の選手の得点が出てしまったりなんかもあった気がしますね。で、8位、えっと、7位が、あ、遠藤悟空くん。あ、素晴らしかった。遠藤悟空さん、最初の方を捨てたんですね。遠藤悟空くんは、これ日本人なのだと思うんですね。この選手ね、どっかで見たことあるんであの、ジュリアングランプリかな。で、その時だったかな忘れましたけど、 あの、かなり覇気がある選手なんですよね。ただ、その時、じゃ覇気はあるけど、結構大崩れするなっていうイメージがあったんですけど、今回結構スケーティングも決めて、結構まとまっていたなって思いましたね。で曲が6-3の単語で、もうすごい迫力があって良かったなと思います。ステップもすご良かったし、トリプルアクセルも決まって、コンビネーションジャンプも決まって、ジャンプも良かったし、ステップ、スピンも良かったと思います。迫力があったと思いますね。80.1にして7位でした。 で、8位がダリエル、ダリエルくんですね。マルティーノフくんですね。この子はね、よく見ますね。この子は確か、えっと、えっと、モロトフこうちゃった気がするんですよね。かかとを上げたり、キャメルスピンチにかかとを上げたりする選手ですね。印象残ってましたね。まあ、彼もトリプルアクセル含めて全部ジャンプ決めたと思いますね。まあ、オーソドックスな感じで決め、やってきたかなっていう印象で、77.53でした。 で、9位がジミーマでしたね。76.54。まあ、ジミーマ君は最初ポーンって押していただくシーンがすごい好きで。まあ、ちょっとそこがすごい好きなんですけど。まあ、ちょっと彼は4回転等がミスしてしまったんで、ちょっと悲しい感じになってましたね。うん。そうですね。ちょっとまあ、本人納得いかなかったかなでも、このプログラムもいいっすね。うん。はい。で、彼は結構 10, 10年連続かな出場してるらしいですね。全米選手権ね。すごいね。 29歳だったかな。はい。で、リアム・カピーキスが、えー、っと、10位、10位ということになっています。72.44ですね。カピーキスはいい演技見ないですね、全然。ほとんど失敗するな。カピーキスくんのいい演技ってあんまり見たことないんですよね。あの、スケーティングとかはいいんでしょうけど、なかなかジャンプがね、ほとんど決まらないんで。 ちょっとなんか、あれかな。うん、なんかほとんど、必ず失敗してるイメージがちょっとあるのでね。はい。で、11位がカイコバーさんですね。カイコバーさんは、背が高い。背が高い。背がめっちゃ伸びた。あの、コバー君は、マルティナク君となんか一緒にいる、なんか一緒のイメージがちょっとあるんですけど、カイコバーはジュリアングランプリでよく見,見てましたね。で、その時よりも身長がわーっと伸びて、スラーっとしてて、ね、ちょっと、まあ、慎重度ましたね。 でジャンプも決まってたかなってちょっと思います。あれ待って、71.98でしたね。はい、綺麗な演技したと思いますね。うん、で、12位がヤル、えっとね、ヤルスラブ、あ、パニョット君、パニョット君。はい、この選手、2番目。 二番目三番目かな滑ってたんですけど、あの、この選手昨シーズンめっちゃ面白い演技にしてたのを覚えてて、ただ今回のショートはちょっと,と曲が同じ感じのリズムだったかなもっと彼面白いですよ。うん、もっと面白くて、おかしい、面白、おかしい、不思議な演技をするんですけど、昨年はなんか危険、どっかで危険したのかな,なんかね、そんな気がしましたね。うん、ただ今回のプログラムはちょっと微妙かな昨シーズンの方が良かったなっていう気がしますね。 ただね、彼4回転フリップやってましたよ。パニオットさん。4回転フリップやってましたね。今回フリップ4回転やったのはこの子だけですね。4回転フリップ、ダブルトーループ。はい、一応成功してました。で、あと4回転のトーループは残ってますね。もうこれも、ね、ちょっとミス、ちょっと詰まったけど、まあなんとか入れます。トリプルアクセルがダブルアクセルになっちゃいましたね。ただパニオットは、まあジャンプも今良かったんですけど、まあそれよりも演技が結構面白いんで、まあちょっと注目してましたけど、 といい微妙だったかな。うん、70.3%ですね。はい。で、13位がジョセフィン・クレインですね。で、68.33、えー。14位がダリエルさん、ダリエルくんですね。63.97ですね。ちょっと名前と演技がちょっと忘れてしまったな。うん。はい。15位がビディア、えー、とウィルくんですね。で、16位がサミエルくんですね。17位が、えー、マイケル、マイケルくんですね。 はい。あ、マイケルくん残念でしたね、ちょっとね。結構好きな、実は好きな選手の、ね、実はね。うん、まあ、あのー、まあ、ちょっと、ミスが、まトリプルアクセルミスして転倒して、トリプルルッツも転倒でしたね。ちょっと硬かったかな、全体的にね。うん、はい。 あと、ちょっと名前は忘れてたんですが、どっかで、あのー、面白い演技をしている人も結構いて、で、ちょっとね、名前を、名前と演技が噛み合わないんですけど、とにかく皆さん個性があって面白かった。うん。最初の方の選手もすごい良かったですね。サミエル君かなダニエル君かなサミエル君かな確かなうん。 はい。えー、演技が個性的で良かったなと思います。あの、友野和樹くんの、えっ、ー、と、ショートで滑ってる子いましたよ。あの、なんか、爽やかな演技だったっけど、<laughs> ダニエルくんかなちょっとね、名前と演技が噛み合わないですね。はい。という感じで、いかがだったでしょうかもうめっちゃ面白かった。もうとにかく面白かった。もうこの大会自体、大会自体が面白かった。うん。てかもう、ペア、アイスタンス、女子、まあ、全部面白いですね。全米ね。 こんな面白い、なんだすごく個性があって面白かった。ほんと、全米男子。ちょっと記録的に面白かったですね。うん。もうほっぺた熱いもん、まだ。まだ熱い。面白い。うん。はい。まあ確かにね、えっ、ー、と、まあマリディンに集中するんですが、マリディンも良かったん、まあマリディン良、うん、かったんですけど、まあ、全部良かった。面白かった。すごく面白かった。うん。はい。ということなんで、ね、本当にめちゃくちゃ興奮しましたね。 でも、ナウモフとか、あの、良かったですね。びっくりした。ナウモフ君と、えっと、もう一人の子。えー、多分ロシアから来た子かな。えっと、二人いたんですけど、どちらも良かったですね。はい。うん。あ、えっと、マキシム・ナウモフとアンドリュー・トルガシュブね。どっちもよかったね、まあ。ジェイソン・ブラウンのアディオス、ちょっともう一回見たいな。ここ、あの、ね、何度も言いますけど、ちょっと、もう本当に良かったんで。 はい。演技が本当とよかったですね。こんな演技できるんだって、ね。はい、ちょっと思いました。と,とりあえずね、もう良かったっていうことだけですね。うん。楽しかったね。うーん、たもう一回見たくなっちゃう。もう一回見たくなっちゃう。ほ、え、ん、っとね。はい。という感じで皆さん、ぜひ気になる方、見てください。面白いですよ。えー、そう、放送します。はい。バイバイ。